ちょっと笑いのお話をしていきたいと思いますね。まあ笑いっていうのは人間にとって非常に必要不可欠というか、人間が持っている、感情の大事な、一つですよね。で、普遍的な笑いっていうのが、一つあると思うんですが、それを目指したのが志村けんさんですよね。志村けんさんとは非常に何か性格的にも通ずるものがあって、で、あの方、非常にストイックでして、音楽にも精通していて、まあ亡くなった時は非常にショックというか、何かこう、その前に来るものがあって、まあ非常に悲しかったわけなんですが、で、志村さんがいて、あと、トンネルズさんが、私が思春期ぐらいの頃に出てきて、まあ、少年サンデーっていう、雑誌があると思うんですが、その刊末で、コメントというか、刊末のコーナーを担当していて、この人たち面白いなと思ってて、で、テレビに出始めて、まあ一世を風靡したって感じですよね。で、トネルズさんというのは、まあテレビの裏側を、こう、出していった方々ですね。で、そうこうしているうちにダウンタウンさんが出てきて、ダウンタウンさんっていうのは、まあ、笑いの裏側を見せた方々ですよね。で、まあ、そうこうしていって、笑いの、こう、まあ、松本さんですよね。松本さんが、こう、芸人の、地位を上げていきましたよね。まあ、以前は志村さんとかにしたって、こう、相当、馬鹿にされていたような風潮はあると思うんですが、そういった風潮を完全に切り崩して、芸人の地位を上げたっていう意味で、松本人志さんの功績っていうのは大きいですよね。で、あの頃の松本さんのギラギラした感じとか、こう、尖った感じっていうのはもう今は見られないわけですが、で、今、現在、私が、まあ、面白いなと思ってるのがクッキーですよね。あの人、自然体、かつアーティスト系であり、まあ本質的には優しい人ですよね。で、音楽もパンクとか、まあ、シオンとかも知ってるし、シオンの真似とかもしますし、そういうとこは響きますよね。まあ、まだまだ、これから学んでいってほしいんですが、グレート3の、なんだっけな、ルースターズのコピーをグレート3の曲とか言ってたのは、ちょっと、まだまだ勉強が足りないなと、勉強が足りないっていうのもなんですが、まあ、ルースターズというのは偉大なので、ルースターズを勉強してほしいですね。で、あと、清水美智子さんの動画が流れてきて、あの方素晴らしいですよね。笑いのセンスというか、独特のものがあり、まあ、モノマネしたいとは言えますが、非常に素晴らしい、笑いの普遍性というものを持ってらっしゃる方だなと思いますね。かつては、まあ、ですから、漫画の世界で言うと、赤塚不二夫先生がギャグの分野で笑いを追求していったわけなんですが、まあ、笑いっていうのは、普遍的な笑いっていうのは本当に難しい分野ですよね。結局、一回、こう笑ってしまっても、何回も見ても笑えるっていうのはなかなか難しくて、まあ、落語の世界とかそういったものに精通している方は、そういった感覚もわかるのかなという気もしますが、私、落語っていうのがいまいちよくわかんなくてですね。まあ、志村さんなんかチャップリンを非常に、
見ていて、チャップリンの笑いと笑いの裏にある悲しみみたいなところですよね。たけしさんはまあそういうところがありますよね。笑いと悲しみみたいな。あの方も非常に頭のいい方だと思うんですが、あとタモさんはまた別の独特の、笑いというより博学系の笑いですけど、あと誰がいるかな。まあタモさんはジャズなんかにも精通してますよね。あと笑い、まあ日本人にしかわからない笑いとか、まあ笑いの、国際的な笑いとか、笑いの普遍性っていうものを考えていくと、非常に、深い話にはなってくると思いますが、言語のところもありますし、まあ日本の笑いが日本人なので日本、一番だとは思っていますよね。まあ微妙な笑いのセンスっていうか、あとネクラ系の人の笑いの方が面白いっていうのはありますよね。笑いの突破口、まあ本当に、芸人さんっていうのは笑いっていうのを真剣に考えてますし、芸人さんの地位も上がりましたし、笑いっていうのは本当にこう、まあ言ってみればもう崇高な感情だと思います。人を幸せにするっていう意味でもですね。とりあえず笑いについて語ってみました。